い、改めましておはようございます。今週もルーティンやっていきましょう。今日はですね、ルヴァンカップの湘南戦です。もうすぐ準備したら家を出ようと思います。やっていきましょう。今日も最高の日にしよう。よいしょ、シャイコ行くぞ。すみません、お願いします。小玉です。はい、また髪型変わったんです。本当？はい、どうもお疲れ様でした。湘南戦勝ちました。よかったです。帰りましょう。雨降りそうやな。はい、おはようございます。今日はね、引っ越しです。いきなりなんですけどね、引っ越すことにしたんで、荷物をまとめて運びます。まあ近いんで、まあ、荷物も少ないので、できる限り、自分で運びたいと思います。これよ、これ。どこで習得したんですか？小学生。行こうか。ここで全部映る。引っ越し完了。オッケー。ピンはあるんで、まあ食べてみな。これ引っ越ししてんけど、月決めの駐車場が見つからず、今んとこ毎日コインパーキングに止めるっていう愚行を行ってます。コインパーキング生活1日目です。あそこだ。どこ？真正面。おっと、駐車場。30分300円。あげー。でも最大2000円。40分15分400円。高ない。ギア行くぞ。ギアに。やっと着いたっていう感じです。サッカーピッチ外での、振る舞いっていうのはむちゃくちゃ大事です。これさ、引っ越したやん。はい。ほんでさ、化粧水とか探しててどうしようかなって。はい。でたまに相談してて、たまにいい化粧水ないって聞いてたらさ、はい、もうめっちゃいい化粧水あるって教えてくれて、ゴリラコスメティックって言うねんけど、はい、めちゃめちゃ高級そうやねんけど。こんな感じ、めっちゃ高級そうじゃない？めっちゃ完璧。はい、おはようございます。寒い。6時です。6時5分。ああ、クラブハウス到着です。これ。いやー、はいはいはい、よいしょ。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。おーい、やばいやばいやばい。お疲れ。何をしてんの、あいつ。帰ろう。郵便局行くぞ。あ、胡蝶蘭ですか。お花が届いた。マジ良かった。ちょうど。すごいな。
藤田さん、ありがとうございます。ただいま。はい、おはようございます。練習してきます。2番。肌荒れぐい。とりあえずリーグさん、はい、お疲れ様でした。練習終わりました。今日は暑い、めちゃくちゃ暑い。よし、行こう。よいしょ。暑い、今日。はい、帰ってきました。はい、ということで今週もどうも見ていただいてありがとうございました。この動画が面白いなと思ったらぜひチャンネル登録とコメントぜひよろしくお願いします。はい、今週はですね、引っ越しがあったり、新しいこと、新しいチャレンジ、今週も相変わらずやっていきたいなと思ってますが、そうですね、今までは、やりたいなと思ったことは本当なりふり構わず、どんどんチャレンジして新しいことも始めまくってっていうマインドでやってきたんですけども、そろそろ自分のやるべきこととやらないことっていうのを精査して区別していって、自分のやるべきことに全力でフルコミットしていきたいなと思っております。はい、4月なんで皆さんも新しいことチャレンジして、新たなスタートを一緒に切っていきましょう。はい、ということでまた来週見てください。ありがとうございました。さようなら。技をやってください。うまい、サッカー選手だ。やばいやばい、できない。回ったらカメラ回ったらできない。